あ、ギルティギアストライブの公式アンバサダーの服部雑賀さんが、19時から配信で対戦相手募集してるみたいだよ。新庄くんこの前の新横 TV では、1回戦で負けて対戦できなかったんだよ。ちょうど今から始まるみたいだし、ちょっと突してみようかな。新庄くん名戦はやったことないんだけど、まあなんとなく頑張るよ。さて、今から新庄くんが配信に突するのは、ギルティギアストライブ公式アンバサダーの、服部雑賀さんの配信だよ。去年ギルティの CM が SNS でバズってたと思うんだけど、あ、ギルティギアって CM。その CM に出てるこの人が服部さんだよ。新庄くんの YouTube チャンネルを見てくれてる視聴者ちゃんは、ゲーマーの視聴者ちゃんが多いから、多分一度はこの CM を見たことあると思うよ。それじゃあ服部さんの配信に突しに行くよ。さて、アンバサダーの服部さんが、配信で対戦相手を募集してるみたいだから、遊びに行くよ。ここのパーク5でやってるみたいだよ。お、部屋に入れたよ。どこかなー。なんか人が集まってる。これだよね。みんな順番待ちしてるのかな？あ。公式アンバサダーって書いてるから多分そうだよ。新庄くんここで待ってたらいいのかな？むむ？挨拶してくれてるのかな？おはよう。新庄くんだよ。アンバサダーの服部さんはまだ対戦中みたいだね。ちょっと待ってみるよ。あ、対戦終わったみたいだよ。むむ。服部さんだよ。なんか手振ってくれてる。対戦していいのかな？行ってみるよ。Are you ready? ドキドキ。お、対戦始まったよ。よろしくお願いします。対戦相手はギルティギアストライブ公式アンバサダーの服部さんだよ。新庄くん名戦は初めてだからドキドキするよ。イルカがすごいって噂はよく聞くけど、ちょっと怖いよ。まあ、なんとなくやってみるよ。泣いても知らないよ。え、怖い。メイの BGM いいよね。一戦目。痛い。新庄くんの前パン負けた。痛い。ゆうかさん強すぎ。前パンまた潰された。あー、今の対空したかった。これ美味しいよ。 PS イルカさんの動き読めないよ。まずい。体力差が鉄塔ディッパー。
投げれなかった。ああ、イルカ強すぎじゃない？上から行ってみるよ。グラップうまい。グラップできないよ。端から逃げないと。痛い。壁割られそう。ああ。強いよ。この上から来るやつガード方法わかりづらいんだけど。また上から。ああ。何にもできないよ。一方的。けど岬みたいだからまだまだここからだよ。2戦目。ちょっとイルカに気をつけて立ち回ってみるよ。いた。上から行くよ。バースト使わせたねー。なんかお互い飛び回ってる。適当だっと。これ、カイの新ダストコンだよ。結構減ったねー。適当フィーブル噛み合った。投げ狩りするよ。逆に狩られたんだけど。これ風割れるやつだ。あ、セーフ。イルカ用に行きたい。適当ディッパー。よしよし。やっと1ラウンド取れたよ。上にいてなんかやりづらいよ。ああ、空対空できなかった。毎回ちゃんとバリガしてて偉いよ。チャージで引く。毎回対空だよ。暴れないねー。何それ、早めの空対空。チャージ重ねて、バースト使うかな？ああ、普通にコンボすればよかったよ。前パン。ゲージが欲しいところだねー。あ、溜まったよ。耐久投入。やったー。また。いつでもお相手します。まず一勝だよ。3戦目。最後バースト残ってたけど使えなかったのかな。台風だよ。立ち剣詐欺重ね。おもむろに投げちゃうよ。チャージ重ねて。いい感じだよ。これは確定かな。このまま壁割るよ。いいねー。前パン対空。なんか目の飛びにも慣れてきた気がするよ。絶対勝利。お、イルカと噛み合ったねー。ジャンプするかな。よしよし。空対空したい。痛い。相手のペースにさせないよう。なんかガードできたよ。で当たった。とりあえずチャージを盾にするよう。なんかイルカガードできてる。あ、まずい。これ壁割られそうだよねー。で体力差やばいんだけど、新庄くん全然ダメージ与えてないじゃん。ここからワンチャンあるかな。ワンチャン。バーストするしかないよ。あー、バースト。でもまあ使わせたからいいよね。ね。マッチポイントだよ。ドキドキ。立ち剣刺さった。チャージ重ねて。ラストだよ。密室そうだから安定コインするよ。
最後のジャンハイすら当たってなかったかな。イルカさん慣れてきたよ。あ、まずい。これやばいよ。あああああ。あれ、なんかラッキーだよ。ここ、やるしかないよ。死んだストコンで最大狙うよ。もきゅう、甘えだすとごめんね。ね。対戦ありがとうございました。今日はギルティギアストライブ公式アンバサダーの、服部サイカさんの配信に突してみたよ。新庄くんランクマの実況動画をいっぱいアップしてるんだけど、実は今まで一度もメイと当たったことがないんだよ。だから今回がメイと初対戦だったんだけど、なんとか勝ててよかったよ。服部さんのメイは立ち回りがジャンプ多めで、すごくやりづらかったよ。でも、メイって攻撃の判定強そうだし、この落下する技も強いから、理にかなってるのかもしれないよ。新庄くんは結構ダストに頼った立ち回りだったから、ダストいっぱい打ってたけど、ごめんね。ね。服部さん、対戦ありがとうございました。また機会があったら対戦お願いします。新庄くんの YouTube チャンネルでは、ゲームの動画をいっぱいアップしてるから、面白いと思ったり、ためになるなぁと思ったら、グッドボタンお願いします。コメント書いたりチャンネル登録もよろしくね。ね。それじゃあ新庄くんでした。